はいそれでは本日は二級建築施工管理技士の学科試験平成26年1時問39番都工事親食い横枝い工法及び問40番の治業工事アースドリル工法について解説をしていきたいと思います問題は番組タイトル下の説明欄にも記載されてありますのでそちらからもご覧くださいそれではまず39番からいきます親食い横枝い工法に関する記述として最も適当なものはどれかこちらの問題まず問題に入る前にこの親食い横枝い工法というものは何かというものを説明していきます 円直に設置した親ぐいに掘削に伴って横枝板をはめ込む方法になります。まあ、このように円直方向にですねこのような親ぐいを打ち込みます。そしてこの間ですね、この隙間に横へ板をこはめ込んでいくという方法になります。こう、バン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 と。こちらに関しては、経済性に優れ、そして小中規模工事で施工されるというのが特徴になります。あとは、止水性が少なく、そして軟弱地盤等には適さないというのがこちらの、えー 親食い横板工法の特徴、そして、まあ、絵になるのでこちらも覚えていただければと思います。え細かく、えー、上から見た絵と、あとは正面から見た絵なんですけども、まあ、このようにですね、裏め材、まあ、土があります。これをしっかりと充填させていくということになりますね。そしてこれが横枝になります。そして三儀でガッツリガードするということです。そして、えー、この間にはこのようなくさが入ってくるという形になります。なのでこれを表面から見ると、この親食いがあって、そして親食いの間に横枝があるんですが、 えこのくさびでこう止めていってそして3ギがこう残るという形になります。なのでこのような絵が思い浮かべれば少しは解きやすくなるのでまずはこの絵を覚えていただければと思います。えー、今回の問題は、えー、答えは4番となります。まず1番ですね。1番と4番、えー、一緒にいきたいと思います。比較的硬いいい地地地盤盤や砂礫層ででも施工可能であるる番地下水水が高高く糖水性の高い地盤に適しているこちらの問題1番は正解そして4番は不正解となります。 結論から言うと4番が答えになるんですけども、この地下水位が低く、そして透水,水性の高い位置には、地盤には適していないというのが正解になります。まずこの親食い、横焼いた工法の特徴なんですけども、まあ、このようにですね、経済性に優れ簡易的、簡易的ではないですけど、他のものに比べると経済性に優れているので、比較的硬い地盤であったり、あとはされきそうでも施工が全然可能ですよというのが1つ目の特徴になります。そして2つ目なんですけども、 こちら、軟弱な粘土であったり、あとは地下水位の高い、まあ、例えばこの地下水位の高いというのは地上と、あとは地下、えー、地下ですね、地下の水が地上に近いということになります。なので、例えばですね、ここが地上だとしたら、地下水位が高いというのはだいぶ地下の水位が高いことになるので、どん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 、えー、横や板をこうはめていくと、えー、こうはめていくんですが、水があるとこのような軟弱な粘土と同じように、えー、土自体に強度がありません。なので、そのようなところには適していないということです。あとはさ、えー 再砂層であったりあとはシルド層などの、えー、透水性水を透き通しやすい地盤に関しては、えー、止水性がないので、えー、結構ちょっと、まあ、よろしくはないですよというのが、えー、この4番の答えになりますなので、えーまあ、簡単に言ってしまうと柔らかいのは NG でそして硬いのは OK と、えー、思えていただければいいですなので比較的硬い地盤に、えー、成功ができてそして軟弱な地盤に関してはちょっときついですよというのが、えー、この親食横枝工法の特徴になりますのでこちらも覚えていただければと思います 1>, 1番は正解、4番は正解となります。続いて2番。横へとの外れ防止として、三義糖を焼いた両側に釘止めする。こちらの問題は正解になります。こちらの問題に関しては、この外れ防止ですね、この上の,このくさび、釘等でこう、がっつり固定するという問題になります。なので、横へとの外れ防止として、まあ、このようなものが用いられているというのが2番の答えになりますので、2番は正解となります。そして3番。横へと。 横焼,いた横焼いた挿入時の裏ごめ材の充填不良により、えー、地盤の沈下や山留め壁の変形が起こりやすいこちらの問題も正解になりますこちらなんですけども、まあ、裏ごめ材の充填ということでですね充填充填ということでですね掘削後ですねこの掘削した後にですねもうは早くはめ込んでいってほ,きほしいわけです速や,かに速やかに横焼いたを設置して裏ごめ材を、えー、充填するというのが正解になります 充填不良の場合は、え地盤の沈下やそして山止め壁の変形が起こりやすくなるので、掘削したら早く、えー、山止めえー、横エタを突っ込んでいって、そして裏ごめ材を早く充填、えー、していくこちらが正解になります。なので2番と3番なんですけども、このような三技でぶ三技でガッツリガード、そしてくさびでガッツリガード、そしてその後に裏ごめでがっつりガッツリしていくのが今回の問題の特徴になりますので、えこちらも覚えていただければと思います。3番に関しては正解です。 以上のことから今回は4番過去問となります。続いて問40番に入っていきたいと思います。場所打ちコンクリート杭のアースドリル工法に関する記述として最も適当なものはどれかという問題になります。まずこのアースドリル工法というものなんですけども、まず場所打ちコンクリート杭というものがあります。この杭工事というものはですね。場所打ちコンクリート杭、規制コンクリート杭、そして工具というこのようにざくっと三つに分かれます。 そして、その中の場所打ちコンクリートグには、アースドリル工法であったり、オールケーシング工法、そしてリバースサーキュレーション工法と、このように3つに分かれます。その中の場所打ちコンクリートグのアースドリル工法、ここに重点を置いたのが今回の問題になるということですね。そもそもこのアースドリル工法というものは何かというと、ドリリリングバケット、このようなドリリングバケットという掘削していくものを用いて、バケット内に土砂を収納して、そして引き上げていく工法。これがアースドリル工法になります。まずはこのように掘削していく段階で、表層ケーシング。 ここの表層の地盤の度圧から守るために表層ケーシングというものを挿入します。そしてその後どん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 ドリリングバケットでどんどんどん掘削していくということですね。そしてどん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 掘削していって、この支持層に行きます。で、このようにですね、表面、一番上の表層に関しては表層ケーシングで守られているんですけども、このような表層ケーシング以外の場所、こっちからも度圧がかかってしまいます。これをガードするのは安定液と言われるもので、まあ、泥ですね。これでしっかりとガードしていくという形になります。 それで、外からの土圧、水、えー、外からの、えー、地下水であったり、あとは土圧をがっつりカートするという形になります。このように安定液を注入した後に、えー、この掘削底面までいったら、えー、一時スライム処理を行います。底皿バケットとスライム処理ですね。これ3番の問題になります。そしてその後、えー、トレミカン、えー管とテキンガを挿入していって、そして、まあ、必要に応じて二次スライム処理を行った後に、これ4番に入ってくる、脱、ま、雪、あ、ですね。コンクリートを脱雪をして、そうえー、トレミー管を引き抜いていって終了と。 という形になりますので、まずこの一流の流れだけでもえ覚えていただければと思います。それでは一番の問題に入っていきたいと思います。掘削深さの確認は、検測器具を用いて、工程の2箇所以上で検査した、検測した。こちらの問題は正解です。このように、掘削深さ、ちゃんと一番下まで惚れてるかどうかなんですけども、検査用テープ等の、検え検測テープ等の検測器具を用いて、 工程のの箇所以上にを測すするというものが正解です、まあ、このような検測テープというもので、下まで行って、ちゃんとえ所定のですね位置まで行っているかどうかというのを検測テープで確認する。これはまあ両サイド、例えば丸があったらこことこことかで、上から見た図なんですけども、こう、2箇所で、2箇所以上で測定してくださいねという問題になりますので、1番に関しては正解になります。続いて2番、掘削完了後に行うスライム,スライムの一時処理は底皿いバケットで行った。こちらの問題は正解です。 この構内にですね、これですね、構内、穴の中に沈殿したり、あとは沈積したスライムに関しては、一時スライム処理として、この底ざらいバゲット、これで処理をしていく。これが施工の一つの方法、一時スライム処理の内容になりますので、2番に関しては正解になります。続いて3番、鉄筋加護へのスペーサーの取り付けは、表層ケーシングの範囲のみとした。こちらの問題は不正解です。こちらは表層ケーシングの位置だけではなく、他の部分も、え まあ3メートル、5メートル間隔で、目安で取り付けていくというのが正解になります。まあこのようなですね、鉄筋籠、ここですね、鉄筋籠とストレミカー管を挿入するんですけども、この度圧との、ここの、ここの被り、コンクリートの被りを確保するために、このようなスペーサーを設けます。これが、これがどんだけ必要かという問題なんですけども、まあこの被り厚さを確保するためのスペーサーなんですが、この表層ケーシングの部分だけじゃなくて、ちゃんと下まで全部必要ですよというのが今回の問題の答えになります。なので今回はですね、 鉄筋カゴの被り厚さに関しては確保するためにスペーサー、このようなスペーサーを取り付けるんですが、スペーサーは表層ケーシングの範囲だけでなく、下方に3メートルから5メートルの間隔に目安で取り付けるというものが正解になるので、この3番は不正解となります。続いて最後4番。トレミー管の先端は打ち込み中のコンクリートに常に2メートル以上入っているように保持した。こちらの問題は正解です。 このコンクリートの脱出ですね、ラストなんですけども、このようにトレミー管というものからこうコンクリートが排出されていって、そしてどん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 引き上げていくという形になるんですけども、このトレミー管に関しては、コンクリートを2メートル以上は絶対につけておいてくださいねというのが正解になりますコ。コンクリートの脱出中は、トレミー管の先端がコンクリート中に常に2メートル以上入っているように保持する、まあ、理由は泥水等の混入を防ぐために、まあ、このようなことを行っていますよというのが正解になります。 4番に関してはこちらのことを言ってるので正解になります。以上のことから今回は答えは3番となります。